こんばんは。えー、今ご紹介いただきましたマブチと申します。ブーケダフルーレットという事務所を営んでおりまして、我々の業界用語で、えー、マクロストラテジーというふうに言うんですが、まあ、マクロ、まあ、一つ一つの個別銘柄等ではなく、全般的にマーケットを見ているというそういった仕事をしています。で、世界の主要国の株価指数ですとか、それから主な金利ですね。日本とかアメリカの長期金利ですとか。 それから主要な為替ですねこういったものの見通しを作って、まあ、それをこういった形でお話しさせていただいたり、まあ、もしくはメールマガジンとかレポートとかいろいろなマスコミへの出演という形でご披露している、まあ、そんな仕事をしておりますで。今日はそういった観点なので私の方からは個別銘柄ということではなくマーケット全体どのように動くと考えているかという見通しについてお話をしたいと思います。 えでは、あの資料をずっと出していきますので、まあそれに沿って状況を展望しようということなんですが、まあ結論としてはサブタイトルにあるように、まあ今年の前半が暗雲。まあ暗雲というのは、まあ基本的にいろいろなものに買って投資をしようという方があの多いと思いますが、まあその場合株価が下がるであるとか、それから外貨安、円高になるので、 まあその点で外貨建ての資産に投資をしていると厳しいとかですねちょっと前半は買いから入る投資という点では環境があんまり良くないんではないかというふうに思います。ただ後半は好転へと書いてあるのは今年の後半を中心にまた株が上がったり外貨が上がったり円安になるというようなことで考えています。でこの先画面に資料を出しましてずっとお話をしていきたいと思います。 で今簡単にあの口だけでさっと申し上げたことを少し丁寧に書いているのがこちらのページです。今年の前半先ほど株が下がるんじゃないかということを申し上げたんですけどそれの一番大きな理由は何かといえばアメリカのの経経済済ががが後退すすするる悪化をとということが一番の要因で,すでそれがなぜかといえば、まあ、これまでアメリカでは連銀が利上げを行ってきましたし 今後もさらに利上げを行うだろうということで、その効果が出るで。そもそもなぜ利上げをしてきたかといえば、インフレが問題であるとで。インフレを抑えるためにはどうしたらいいかというと、利上げをする。そうすると金利が高いものですから、家計とか企業の経済活動が抑えられる。その家計や企業が物やサービスをあまり買えなくなるので、物やサービスの需給関係から考えると、えー、物の値段、サービスの値段が抑えられる。 インフレを退治できると。まあ、こういったことなんですね。つまり、インフレを退治するために、ある程度景気が犠牲になっても構わないという、そういう政策をとってきたわけですから、まあ、言い方を変えれば、連銀が狙った通りに景気が悪くなるわけですね。で、アメリカ以外のヨーロッパでも同じようにインフレを退治するための利上げというのが行われていますので、ヨーロッパも同様に景気が悪くなるだろう。 中国の経済もいろいろな要因で冴えなくなっている。そうすると、日本そのものの経済が日本の中の要因で悪くなるという、まあ、そういったことはちょっと見出しにくいんですけども、まあ、やはり海外景気が悪くなると日本からの輸出が悪くなるということもあります。でそういった形で世界的に景気が悪化をしていくと、業績が悪くなって株価が下がるという展開になってくると思います。で金利については、今申したようにまだ利上げが続きます。 今週も FOMC という年金、アメリカの年金の会議がありますけれども、まあ、0.25%ほど上げるだろうということが見込まれていますが、で、どうしてまだ利上げが続くかといえば、インフレはだん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 下がってきているわけですけれども、ただ十分に下がるにはまだ時間がかかる。まあ今年の前半はまだインフレが収まったからといって、金利を上げるのをやめるというのは難しいだろう。 そうすると政策金利、短金利は上がっていくわけですけども、長期金利というのは長期的な展望で投資家が最近を売買していますので、今年の前半は、しばらくは短金利が上がりながら長期金利が下がるという状況になると考えています。で、アメリカの経済が悪くなり、アメリカの株が下がり、アメリカの長期金利が下がると、為替という面では、米ドルが下がって円高になる。 まあそういった展開を考えていますし、世界的に景気が悪くなるという話になりますと、まあ、原油を使う人も銅を使う人も減るだろうということになりまして、国際商品市況も全般的に下落すると思います。ただ、年の前半に上がるものを探せばですね、長期債券の価格のほかは、金の値段ですね、いろいろ株価が下がってくると、非難的な株の代わりの投資先として、金が選ばれる。 まあそういった安全資産として金が先行される、選ばれるということはありますので、米ドルで見た金の値段は上がる可能性が高いと考えています。ただ、米ドルだけで金の値段が上がっても、米ドルやすい円高になりますと、円で見た金の値段っていうのはその分だけ削られてしまいますので、円建ての金の値段までしっかり上がるかどうかっていうのは微妙なところかなというふうに考えています。 まあこういった形で年度前半はやや株安を見込んでいるわけですが、日本やアメリカの株の今年の安値、ね、昨年の安値よりも激しく下回るかというと、そういった展望は考えていません。昨年の安値に並ぶとか、まあ割れても少しだろうということを考えています。ですからリーマンショックが再来するとかコロナショックがまたやってくるというのは相場にはならない。 まあ今から10%かもう少しぐらい下がって相場の調整が終わるのではないか。まあよくあるような株価調整だと思いますで。そういった危機的な状況、何とかショックと言われるような株安にならないと考えているのは、例えばリーマンショックの時のような金融機関が連鎖倒産するんではないかというようなシステム的な危機。まあこういったものが起こる目は見出しにくいですし、それからアメリカの個人消費がこれも 交代する消費は減ると思いますが、それほど深い調整にはなりにくいと考えています。それから何より、なぜアメリカの経済が悪くなって世界の経済が悪くなるかというと、電源が利上げをしたからである。その景気が悪くなる理由が明らかなんですね。あのリーマンショックの時は、どんどん金融機関が潰れるかもしれない。何が起こるかわからない。コロナショックの時も、全く今まで えー、見られなかった病気が流行っているのでどうなるかわからない。で、マーケットというのは確実にこのぐらい悪いですよという状況より何が何だかわかりませんという時の方が投資家心理がパニックになって株価は暴落しやすいんですね。で、これから来る株価調整はそういった深刻な事態にはなりにくいと考えています。で、今年の後半になると株価を持ち直し外貨を持ち直すということを申し上げましたが まあなかなか下がってはいるけど、急には下がらない。下がり方が非常にゆっくりなインフレ率。これも時間をかけて今年の後半になるとだいぶ下がってくると考えます。で、後半には一段と景気や株価が悪くなっているわけですから、そうしますとアメリカの連銀が再緩和、利下げなどを行うというふうに見込んでいます。現時点で連銀は利下げをするとは全く言っていませんし、 それからもうすぐ来る FOMC、その後記者会見がありますが、まあそこでは、えー、もしかするとパウエル議長は今年利下げの可能性というのを強く否定する可能性もあると思います。ただ、ではあるけれども、年金は今のところ利下げをしないという方向で話をしているわけですが、まあ私は年金が最終的に利下げに踏み切るというふうに考えているんですね。で、利下げをするまで、 株価が底入れしないということではなく、最近の金融政策の流れを考えると、連銀が少し先に利下げの可能性があるよということを、まあ、口頭などで示すと思うんですね。そうすると、まあ、利下げが実施されていなくても、されることがかなり可能性が高いだろうということが前倒しに伝わると、そこが株価の一番安いところになって、そこから株価が上がる。 で、株価が上がるときに、この調子であれば、景気が回復するだろうという期待が生じて、外貨高、円安になると思います。で、こういった意味としてもちろん外れる可能性があるわけでして、まあ今日は外れるやつの話を聞くのかいということで、がっかりした方もいるかもしれませんけども、あの、外れる可能性があるわけで、悪い方向、もっと一段と株安が進むというリスクを上げるとすると、株式ではなくて、債券市場が混乱して、 それが株に波及する可能性。それからもう一つは中国に関するリスクを考えていますが、これは後でお話をしたいと思います。逆に思ったよりも株高方向に見通しがずれる可能性を挙げますと、まあ、ロシアのウクライナ侵攻が早めに終わるとか、私が懸念しているほど世界経済が悪くならないという可能性が指摘できると思います。で、一番下に書いてありますのは、 じゃあ、そういった世界株全体下がって上がるという展開の中で、日本株はどうかということになりますと、まあ今年に限れば日本株が他の国の株よりは優位に動く。まあこれは世界の株が下がったら日本株は上がるという意味ではなく、前半世界株が下がるときに日本株も下がるとは思いますが、日本株の下がり方が他の国の株、特にアメリカ株よりは小さいとか、 今年の後半に世界的に株価が戻るときに日本株の上昇率が高いとかそういった展開を考えています。ただ、長期的に考えると大変残念なことなんですが、日本株もアメリカ株もヨーロッパ株も長期的に上がっていくと思いますけども、日本株の上昇率は他の国を長い目で見ると下回るのではないかということを考えています。 今本当にざっと結論だけをお話しましたが、詳細は後ほどお話をしますで。今口頭で申し上げた説明をですね、数字で示しているのがこの表です。1月5日、あの今月の初めの頃、正月休み明けぐらいに作った見通しで、今それとはちょっと見込んでいたのからはみ出した展開もあるんですけど、一番上に日経平均株価をとっています。 今年の前半の高値は2万7000と見てたんですが、今2万7000を超えて2万7 4500に近いところにおります。ただ、あの、このあたりがピークで、年の真ん中あたりだと今思ってますけど、2万4000あたり。そこから年末に3万2000に向けて上がるという見方をしています。で、日本の10年国債利回り、上を0.5で変えていませんが、日銀が金融政策を見直す可能性はありますけど、見直そうと思ったタイミングで、 アメリカ経済が悪化し、世界経済が悪化し、それから株が下がるということが起こっていると思いますので、その金融政策を見直して、金利を上げる方向に持っていく機会を、チャンスを失ってしまうんではないか。で、今年中は、結局は日銀の金融政策を変えることが難しいという見通しになっています。で、ニューヨークダウはやはり年王に3万ドルに下がってから年末3万6千ドルに向けて。 アメリカの10年国際利回り、これから2.5に向かって下がって、で、後半は、世先には下がるんですけど、景気が改善するということを先取りして3.5に向かって上がり、為替は3通貨、ベイドル、ユーロ、ゴードルとも年の真ん中に向かって下がっていって、年末に向かって上がるという、そんな展開を見込んでいます。で、今お話した、表でお話した見通しをグラフで、その後のページ、日経平均が先にこう動くであろうとか、 ベイドレーン相場がこういうふうに動くであろうというのをまとめています。また、表でそれぞれどのような要因が働いて相場が動いていくのか、この表にまとめていますので、それで矢印の方向、上に相場が向かうとか下に相場が向かうというのを書いていますので、後で資料、皆さんご覧いただけると思いますから、あの後であの頭の中をまとめたいときに見ていただければというふうに思います。 で、この先、格論に入りますが、えー、最初はインフレの話から始めたいと思います。というのは、インフレをめぐって、昨年大騒ぎになりましたし、今年の前半も、まだインフレが完全には改善しきれない。まあ、そのため、利上げがもう少し続くだろうということを言いましたので、その背景となっているインフレをお話しします。で、18ページは、これはアメリカの CPI、消費者物価の上がり方ですが、 昨年の6月に総合全体としての CPI は9.1%の上昇でピークアウトをしてそこからグラフが下がってきています。ですからインフレ率は下がってきている。改善はしているのだけれど現在位置は過去と比べるとまだ結構高いところにいると。インフレは改善してますし、さらに改善するとは思いますが、すぐに連銀が利下げに転ずることができるほど下がってはいない。 それはもう少し先ですね。という話になります。で、この CPI 消費者物価を動かしてきたものとして、例えば国際商品指標が挙げられます。えこちらで原油と銅の値段をとっていますが、ピークアウトして、まあ、最近ちょっと戻っている部分もありますけども、峠は越したのかなという感じですし、それからこれらが物価指数にあたる影響を見る上では、この値段そのものだけではなく、 前年比で上がってるのか下がってるのかっていうのを見るべきで、で、原油と銅の値段の前年比上昇率、下落率をとっていますが、一番右側、直近はもう銅も、それから原油も昨年比下落してるわけですね。今は物価を抑え込む方向で国際商品は動いているという形になります。で、その背景としては、例えば、これ原油の値段と、それから北米、 アメリカとカナダで動いている油田、天然ガスの稼働数、動いている数を出していますが、破線で示してますけど、右の方で上がっては来ているわけですね。まあ、急ピッチでは上がっていませんけども、上がってきているので、アメリカ、カナダで原油や天然ガスの増産が行われている、まあ、それがある程度、需給関係で値段を抑えているというところはあると思います。それから他に物価を動かしたものとしては、 生産物流活動の混乱ということもありましたえ。特にコロナショックの直後は、工場に人が集まらない。コロナの感染のせいでですね。従、まあ、って工場で物が十分に作らないで。工場で物を作ったとしても、トラックの運転手さんとか、船の船員さんとか、運ぶための人がなかなか集まらない。まあ、そのため、物が作れないし、作れても消費地に持っていけないので、 従って物不足になって物の値段が上がったということもありました。で、この22ページのグラフはグローバルサプライチェーン圧力指数というものですが、アメリカのニューヨーク連議が計算しているデータです。いろいろなものを組み合わせて、世界全体で生産とか物流の混乱が起こるとグラフが上に行くという、そういったデータなんですね。で、2021年の12月のピークは、 かつて見ないほどの混乱が生じたということが示されています。で、その後グラフは結構下がっていますので、混乱はだいぶ落ち着きには向かっているけれども、まだ過去と比べて水準が高めですね、ということが言えます。まあ、この他、アメリカでは賃金が上がっているということも指摘されています。今お示ししているグラフは、アメリカの求人数。まあ、企業が人が欲しいよという人集めをすることが求人ですが、 コロナショックの後、なかなかこうコロナの感染を恐れて人が集まれなくなってしまった。まあ、そのため、人集めに企業や個人事業が汗を流しているということですね。で、求人数かなり一時増えて1200万人に近づくようなことがありましたで。単に求人を出すだけでは人は来てくれませんので、予想より高い給料を出すから来てくれという、そういった形になってしまって、それで賃金が上がって、 賃金分を値段に転嫁するので、それでインフレになったということもありました。ただ、求人数はこのところ下がってきています。で、これは少し雇用の受給関係が緩んでいる。まあ、賃金上昇圧力が薄らいでいることは示すのですけれど、まだ求人のレベルとしては高い。賃金インフレも完全になくなったわけではないということが言えます。 で、雇用関係、あの、今週末に雇用統計の発表がありますので、雇用関係のデータというのは非常に注目を集めていますけれど、こちらで示しているグラフは、これは雇用の先行指標だ。つまり、雇用が良くなったり悪くなったりするときに、それより少し時間的に早く動くものであると考えられているデータです。1週間、どのくらいの時間働いているかという平均値をとりまして、それの前年比の増減をとっています。 で右の方をご覧いただくと最近、労働時間が減っていて、しかもその減り方が激しくなっている。グラフが下に向かっていることがわかります。つまり、これは何を意味しているかというと、景気が陰ってきていて、仕事の量が減っている。まあ、もしくはあまり増えていない。でも人を急いで集めてしまったので、人は増えたけど、それほど仕事が増えていない。 ま、従って残業時間とか給出金が減っているという状況を示すわけです。で、これはなぜ先行指標かというと、景気悪くなると今申したように仕事の量が減ってくるので、労働時間が減るということが起こるわけですが、労働時間が減っても、すぐには、さすがのアメリカの企業も首にはしないんですね。どうも残業が減ってるな、給止出金が減ってるな、人手が余ってるな、でもしばらく様子を見ようということで、様子を見て、 それでもずっと人が余り続けてる感じであれば、そこからリストラ、雇用カットに手をつけるわけですね。まあそのため今、労働時間が減っているということは、将来、先ほどお示ししたような求人がもっと減ってきて、賃金が抑えられる。で賃金が抑えられるというのは、インフレという点ではマーケットにいい話かもしれませんけど、賃金があまり入らなくなってくる。で、雇用カットも起こってくるということになりますと、 個人消費を通して、景気という面では、ブレーキがかかってしまうというふうに思います。で、そのようなインフレがどうもピークアウトしてるらしいと。また、インフレがピークアウトしてることで、将来、金利が下がるだろうと。まだ上がりますけどね。あの、政策金利はまだ上がりますけど、その先、金利が下がっていくだろうということを先取りして、アメリカの長期金利、10年国債利回りはピークアウトの様子を示している。 ということですね。で、その次のページは飛ばしまして、次の話題に行きたいと思います。で、えー、このところ円高が進んでいます。まあ、そんなに円高ばっかりということではありませんけど、例えば、あ昨年ですね、一時、えー、1米ドルあたり150円から151円という、一、えー、いドル高円安になったわけですね。でそこからずっと円高になってきてますし、 私の見通しだまで125円あたりまで円高は済むだろうと。ただその円高の理由は変化していると思っているんですね。今まで起こってきた円高というのは、行き過ぎた円安の反動である。行き過ぎの修正である。円安が行き過ぎたので今円高に触れ戻ってきたということを考えているんですけど、ここから先の円高はアメリカの経済が悪くなるから円高ですね。 理由が変わりながら円高が続くという考え方なんですね。で、円安が行き過ぎていたというのはどういうことで行き過ぎていたと考えてるんですかということで、一、まあ、つデータで考えているのは、今お示ししている購買力変価というデータです。え購買力変価というのは、物価から見た為替の妥当水準ということで、 日本で物を買っても、アメリカで物を買っても、同じ値段で買えるカースレートはいくらかというのは、購買力陛下ですね。で、そちらで示している図で、3本平行的に動いている線がありますが、これの真ん中の線が購買力陛下です。一番右側、一番新しいのが、昨年の12月のデータなんですけども、購買力陛下はだいたい90円から91円ぐらい。今それよりはるかに円安なので、 現状はアメリカで物を買うととても高いが、日本で物を買うととても安いという、そういった状況になっています。で、この購買力陛下の上と下に平行的に動いている破線がありますが、これは購買力陛下よりも2割円安の線と2割円高の線を引いています。まあ、それと実際のベイドレン相場を重ねているわけですが、相場って行き過ぎるので、 二割上の線を上に超えたり、二割下の線を下に割れたりしています。ただ、長い目で見ると、おおむね二割上と二割下の間で動いているのですが、一番右側、最近の状況を見ていただくと、実際の為替相場が二割上の線よりも激しく上に行ってしまっているんですね。そこを数字できちんと見ているのが、この29ページのグラフです。で、これは先ほどの三本線の真ん中、 購買力閉会よりも実際の円相場が何パーセント上や下に離れていたかというのをとっています。このグラフで20点目盛りを超えていることと、先ほどの2割上の破線を超えているということは同じことを意味するんですけど、で過去かなりどれだけ円安になって、上に相場が離れたとき、そこに丸をつけていますで。過去は20数パーセントいくと円安の行き過ぎということで相場が反転したんですが、 直近は昨年の10月に67%帰りまで行ったんですね。まあやはりかなりの円安の行き過ぎを示しているということなので、今は自律的にそれが円高方向に戻ってきた。でこれからは自律的に戻るというよりは、アメリカの景気悪化、株価契約を反映してのベイドリアス円高になるだろうと考えています。 まあその後、為替関連のグラフをいくつかつけてますけども、ちょっと先を急ぎたいと思いますで。前半のシナリオの中心となる、今年の前半はアメリカの経済、アメリカの景気が悪くなって、それによって世界市場が株安、外貨安、円高の方向に動くという、そのアメリカの経済がどうして悪くなるんですかというところの話に行きたいと思います。 で先ほどアメリカで利上げが行われているし、これからも行われるので、それが景気を冷やすということを言ったんですが、こちらで示しているグラフは、アメリカで政策金利、年金が決める金利がどう動いてきたかというのを、昨年の1年間の動きで示しています。で今、年金は誘導目標の上限と下限の間で金利が動くように、 政策を取っているわけですがで、一番左の方は昨年の初め頃の状況ですけれども、最初は 0, 0, 0と0.25の間で金利を動かしていたわけですね。で、その上限と下限を両方上げる、つまりそれを利上げというわけですが、上げていったんですけど、真横に走っている点線があります。これが何かというと中立金利と書いてあって2.5%だよと記してあるわけですが、 この中立金利というのは何かというと、それより金利が低いと景気を押し上げる方向で働く。これより金利が高いと景気を押し下げる方向で働くという分岐点なんですね。で9月と書いてあるところがありますが、9月の利上げで初めて中立金利を上回ったんです。つまりその前の7月の利上げまでは景気を冷やす方向に働いていなかった。で9月から 初めて景気を押し下げ始めた。景気にブレーキがかかり始めたということなんですね。で、これ、一回超えたぐらいでは別にどうということはなかったんでしょうけど、その後、11月、12月取り上げをして、で、一番上端に書いてありますが、FMC、金融政策を決める会議に参加しているメンバーたちで、今年の年末に金利誘導目標がいくらになるかということについて、 5.0から5.25%を見込んでいるメンバーが一番多いんですね。で、現時点で4.25から4.5というところなので、今から0.75%幅上げますよ。で、おそらく今週は0.25上げると思いますので、さらにおそらく私は3月と5月に0.25ずつやって、合計で0.75上げる。 そうするとブレーキが一段と効いてくるわけですね。まあ、インフルを退治するために、景気の悪化に目をつぶってやるということですから、まだ一段と景気が悪化していくというふうに思います。で、金利だけじゃないよね。連銀が金融政策でやってるのは、と思う方もいると思います。例えばということで、お金の量も連銀は動かしているんですね。いわゆる量的緩和、お金のばらまきということを過去にやってきましたが、 こちらのグラフでマネタリーベースと書いてあるのは、連銀がばらまいたお金の量を測っています。これをぐっと増やすのが量的緩和なんですけども、量的緩和のことを QE と言いますが、過去に QE1,2,3 と3回お金のばらまき、マネタリーベースの急速な増加を行ってで、右の方直近でも大きくグラフが跳ね上がっています。これ QE4 と言ってもいいと思うんですけど、QE4 とは誰も言ってないんですが、 コロナショックに対応するための量的緩和ですね。で、その後、この赤い線はずっと下がってきていまして、今は前年比マイナス、お金が減ってきています。これ、なぜかというと、量的引き締め。お金を吸い上げるということをギン,ンが行っているからですね。で、このマネタリーベース以上に重要だと思っているのは M2 というもう一つのグラフです。これは経済全体に最終的に出回っているお金の量を測ります。 マネタリーベースを動かしてもいろんな要因で最終的なお金の量って決まってくるので、一番最後の結果がどのくらいお金が経済に残っている、余っているかというのは M2 で示されます。で右の方の M2 の跳ね上がり方がとても大きいんですが、これは連銀がマネタリーベースを増やしてお金を供給しただけではなく、アメリカの政府が家計に補助金を配ったり、 失業保険でもらえる保険給付金の上乗せを行ってお金をまいたんですね。まあそれが景気を支え、株価なども支えたところがあると思います。ただ、量的引き締めの効果が、とうとう M2 にも現れていまして、今は M2 も前年比マイナス。えー、これ、このグラフ2005年から取ってますけど、2005年以来見てですね、今まで M2 って前年比マイナスになったことがなかったんですね。 今はマイナスになっているので、これが景気にブレーキをかけるし、株価も押し下げるっていう効果が、これから出てくる恐れがあるのかなと考えています。まあ、ちなみに日本はどうなのかというのは、え次のページに載っておりますのでえ、後でご覧いただければというふうに思います。他に、あの、アメリカの経済が減速をする、交代をするということが、マーケットにも表れています。で、この、え今お示ししているグラフは、 アメリカの債券市場が先行きのどんなことを示しているか、示しているかというのを見ているものです。長めの金利の10年国債利回りから短めの金利の2年国債利回りを引いたものです。で、このグラフが通常はゼロより上で動いている。つまり、普通は長い金利、10年国債利回りの方が高いということが普通なんですね。でなぜ長期金利の方が高いかというといろんな要因があるんですけど、 一番大きいのは、債券の投資家たちが、この先ずっとアメリカ経済は回復をして、ずっと金利が上がっていくと思う。で、その場合は、先行けば先行くほど金利が高まるわけですから、10年間を考えた金利の方が、当面2年だけ考えた金利より高くなるんですね。ところが逆に、引き算がマイナスになっているところがあります。これは今の説明の逆なので、債券の投資家たちが、 長期的に考えると景気が悪くなっていて、金利がどんどん下がっていくと思った時に逆転するんですね。で、逆転したところを見ますと、例えば、グラフの一番左側に2000年の2月に逆転が始まったということを書いています。で、その後、カッコの中に景気の山と書いてありますが、景気の山というのは景気が一番良かったところなので、そこから先は下り坂なんですね。景気交代です。 その景気交代に入る入り口である景気の山が2001年3月、えー、長短金利が逆転して、それから少し経って景気悪化が始まったということが示されています。で、同じようなことが他の金利の長短金利の逆転の時にも生じていて、一番右側は昨年の7月に逆転をしたよ。逆転が始まったよ。 ということが示されているんですね。で、これは景気との関係なんですけども、超短期入りの逆転と、それから SP500 で見た株価の動きを重ねています。で、これも一番左でご覧いただくと、2000年の2月に超短期入りの逆転が始まって、SP500 の株価指数がピークアウトをしたのは、その少し後の2000年の9月だったんですね。 で、こちらも超短期利が逆転してから株価がピークアウトするということが毎回起こっています。で、今申し上げた超短期利の逆転と景気悪化の関係、それから株価ピークアウトの関係を一つの表にしたのが今お示ししているものですね。この表の見方は、例えば、 2000年の2月に逆イールドが始まったわけですね。逆イールドは長短期に逆転が始まったわけですけど、その後2001年の3月に景気の山が来て景気交代に入るわけですが、2つの時間差が1年1ヶ月だったよ。それから2000年2月に逆イールド、長短期に逆転した後、株価が山をつけたのが2000年の9月だよ。その差が7ヶ月だねっていうことを示しています。 で、同じように他の局面をとって、一番下は昨年の7月に長短期率の逆転が始まりましたので、過去3回における時間差が一番短かったところと一番長かったところを当てはめると、景気は今年の1月から来年の1月のどこかで悪くなることになります。株価は今年の1月から11月のどこかで悪くなることになります。これあくまでも過去の経験則を当てはめるとということに過ぎないんですが、 今年アメリカ経済は後退期に入り、それから株価もピークアウトする可能性が高いということになるわけですね。そういったものを考えています。ちょっと話題を変えまして、そういうふうに景気が悪化をして、で、企業収益が悪化すると思ってるんですが、その企業収益の状況と、それから株価が収益に比べて高いのか安いのかというのを見たいと思います。 で40ページはアメリカの SP500 指数の PER、株価はある利益を見たもので、通常はまあ15倍と18倍の間で動いているというのは普通で、15を割り込むと売られすぎ、18を超えると変わらすぎという傾向がありました。現在は15から18倍のその適正な範囲に入っているので、企業収益と比べて今のアメリカの株価というのは高すぎることもないけど安すぎることもないという状況なんですね。 で、企業収益の方はどうかというのを見ますと、これは年間の一株当たり益で見た増減益率の実績と予想です。予想はアナリストそれぞれの予想値を集計したものなんですけど、で、今、決算発表、10、12月が行われていますが、その10、12月も含めた、昨年1月から12月の1年間の 一、えー、ひ当かばた利益は5.4%増益で着手するだろうと見込まれています。増益なんですが、4ヶ月ほど前の昨年の9月末では7.4%増益が見込まれていましたので、4ヶ月ほど前に見込んでいたほどではないよねという形になっていますし、今年2023年の見通しは3.8%増益。4ヶ月ほど前の8.4%増益から大幅に下方修正されています。 まだ過方修正の余地が大きいというふうに心配しているんですが、というのはこの年間見通しではなくて、四半期の見通しがどのように変化してきたかというのを見てみたいと思います。で、実践の方は今発表途中の昨年の10から,10から12月の一株当たり益の増益率見通しですね。で、破線の方は今年の1、3月の見通しなんですが、一番左側は昨年の1月に 何の増益で見てたか。まあ、10から12%ぐらいの増益で見てたわけですねで。その後見通しはあまり変化しなかったんですけども、7月以降、どん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 下方修正されまして、10、12月期だけで見ると、最終的に3.9%の減益になるだろうという見通しです。ですから、今行われている10、12月期の決算は、 全体としては、まあ、決算がい個別銘柄も、ネットフリックスとかありましたけど、全体で見ると、冴えないものになるというふうに想定されています。で、13月期についても、0.9%の減益と、今のところは小幅減益しか見込まれていないのですが、10、12の程度がどのくらい悪いのかというのを確認して、アナリストは一段と過方修正を行ってくるんではないかというふうに警戒しています。 で、日本はどうかというのを見てみたいと思うんですけども、まず、先ほど同じようにトピックス、日本の株価数で PR を見ると、下が13倍、上が16倍が普通なんですね。で、13割れると裏出すぎっていうことを示すんですけど、今13倍割れでずっとほったらかしになっていますえ。日本の株価は企業業績に比べて割安な状況であるということですし、企業収益見通しはどうか。 先ほどの SP500 と比較してみていただければ、後であのまた前のページと、これのページを比べていただければと思うんですけどで、こちらの年と書いてあるのは年度ではなく歴年です。1月から12月の数字に直しています。で、終わった1年間、昨年1年間は、これから決算発表がずっと行われてくるわけですけども、16.1%増益だろうと。で、2023年は5.6%増益くらいでいけるんじゃないか。 で、これは日本の場合は、下方修正、過去と比べてされてますけども、されている幅が小幅なんですね。やはり日本の場合、円安が輸出企業の収益を支えているとか、それからインバウンド消費、海外から観光客が落とすお金が想定以上に大きいんじゃないかということで、まあ、それを受けて、えー、見通しの修正が限定的です。 日本株は割安であるし、企業収益もアメリカと比べて緊張であるということになりますと、今年前半アメリカ株もヨーロッパ株も全部下がっちゃうよって時に日本株だけ上がるわけにいかないと思いますけど、日本株も下がるとは思いますが、アメリカ株ほどは下がらない。で今年の後半に戻る時にアメリカ株以上に戻るということは起こるのかなと考えています。で、その後、いろいろな、えー、景気に対するデータですね。 例えばアメリカの経済データがいくつかあったり、それから日本の経済データがいくつかあったり、それからヨーロッパについてはドイツの IFOC しか載せないんですけども、まあどのくらい景気がちょっともたもたしているのかということをざっと見ていただければと思いますので、今日はこういった経済指標について詳しくお話しすることは割愛させていただきます。で、以上がもう全体論ですね。全体的にどう動くかという結論をお話ししたんですが、 先ほど冒頭で、私の見通しは上に外れるリスクと下に外れるリスクがあるよと申し上げて、上に外れる。思ったよりは株価が下がらないとか、株価が上がるというシナリオが起こるとすれば、ロシアのウクライナ侵攻が早期に終わる。まあ、もしくは、景気が悪くなると私が思ってるんですけど、それほど悪くならないという、そういった可能性をお話しましたが、それについては資料はないんですけど、悪くなる方として、まあ、一つは債券市場。 債券のマーケットから混乱が生じるかもしれないというのと、もう一つは中国のリスクということを挙げました。それをごくごく簡単で申し訳ないんですけど、触れさせていただきますと、ま債券マーケットの混乱なんですけど、えー、ちょっと飛ばさせていただいて文章のところに行きますが、まだ覚えてらっしゃる方も多いと思いますけど、去年の9月の下旬にイギリスで債券マーケットで騒ぎがありました。 何かというと、イギリスの前の首相、トラスさんですが、トラスさんの政権が減税をします。でも減税の財源は特にありませんということを言ったものですから、そうすると財源の裏付けがないということは国債を増発して国債をたくさん出すんですね。ということは国債の供給が増えてしまうので、国債の値段は下がるんですね。国債の値段は下がるというのは利回りが上がることでもあるんですけど、そういった債権市場の混乱が起こったんですね。 で、最終的にかなりの騒ぎになってしまいまして、イギリスの中央銀行、バンクオブイングランドが突然買い社制を行ったり、最終的に首相が辞任するような騒ぎになりました。国債を増発して需給が緩むから、国債が売られるのはわかるけど、そんなに中央銀行が慌てて買わなきゃいけないとか、首相が辞任するとか、そんな騒ぎになるんですか大騒ぎすぎるんじゃないですか と思った人も多いんですけど、なんでそんな騒ぎになってしまったかというと、イギリスの年金が潰れる、破綻するという観測が広がったんですね。年金のような安全な運用しているはずのものがなんで破綻するんだろうと,というふうに思う方もいらっしゃるかもしれません。でその背景を書いているのは2番目のポチなんです。で、最近でこそ、昨年から各国で利上げが行われ、長期にも上がりましたけれども、それより前は、 長金利も低く、それから短金利については、日米ヨーロッパともゼロ金利政策だったんですね。で、各国主要国で量的緩和も積極的に行われました。金利がほとんどないというのが今まで長く続いた状況で、それでも年金などは約束した利回りを稼がないといけないんです。で、何もリスクを取らないで高い利回りを取れるということはないので、 リスクが高い債券取引を行ったんですね。で、それを括弧1と括弧2で、リスクが高い取引って何ですかっていうのを書いてますけど、一つはその投資先の債券そのもののリスクが高いもの。例えば CLO という銀行が貸し出しをしているローンを担保にした証券であるとか、か格付けが低い債券をジャンク債と言いますけども、こういうリスクが高い債券はリスクが高い分、金利が高いんですね。 これに投資をしていると何が起こるかというと、これから私が見込んでいるように、景気交代が起こると、ローンを返せない人が出てくる。ローンを返せない人が出てくると、それを元にした CLO が既存するということもありますし、ジャンク債発行している企業ってもともと財務内容が悪い企業ですから、景気が悪化した時に、そういった企業が破綻をして、ジャンク債がデブルドする可能性が出てくるんですね。これがこれから気になることと、 イギリスの年金の破綻騒ぎが、破綻観測が起こってしまった何かというと、利回りを稼ぐために短期でお金を借りて長期で運用するということをずっとやってたんですねで。少し前までは短期金利の方が低かったので、短期でお金を借りて低い金利を払って長期で運用して高い金利をもらうというのは、鞘が取れてそれを運用利回りに乗せることができていたわけです。ところが超短期金利がひっくり返ってしまったので、 そういう取引が損になってしまったことと、長期で運用するというのは大体国債を買うわけですけど、買った国債の現物を担保に入れてお金を借りてまた国債を買って、それを担保に入れてお金を借りて国債を買ってっていうことも多くの年金がやっていたようです。で、長期にも上がってしまった、つまり長期国債の値段が下がってしまったので、担保に入れた国債の価値が下がった。 で、株式の信用取引やってる方はよくご存知だと思いますが、担保価値が下がると、証拠金を追加で入れてください。いわゆる追い証がかかるわけですね。で、イギリスの騒ぎは、どんどん追い証が発生してしまって、追い証を入れることができない年金が破綻をするだろうという、そういった懸念が起こったんですね。で、こういうリスクが高い債権が大丈夫かというのと、また追い証が発生するような事態になるんじゃないだろうかって心配は存在しているのだ。 で、そんな形で債券マーケットが混乱をして、債券と株式の両方で運用している投資家が、債券の損失を埋めるために株を売って埋めるということになると、債券の混乱が株式に広がる。この危険性は頭のどっかに置いといた方がいいのかなと思います。で、中国のリスクもえ一つのネガティブリスク、悪い方向に働くリスクではないかということを申し上げました。で、これはですね、 中国の経済が心配だよという声もありますし、中国の借りる金が多いということも心配だよという声もあるんですけど、それは後でご参考でグラフをご覧いただくことにして、私が一番心配しているのは米中対立です。で、今お示ししているところに文章で、アメリカは中国に対して経済面、金融面で制裁をしているわけですけど、それが4つに分類できるだろうというものですね。で、1点目は、 リストに載った中国企業はアメリカでビジネスをしてはいけませんというものですね。ファーウェイが典型例ですが、一部の中国企業はもうアメリカで仕事をすることができなくなっています。2点目は、リストに載った中国企業に対してアメリカの企業は物やサービスを売ってはいけません。こういった金融リストも拡大しています。で、ごく直近出たニュースとしては、 ファーウェイに対してアメリカの会社が先端的な半導体などを売ってはいけないという制約があったんですけど、それが先端的な半導体だけではなくて、ほぼ全ての製品をファーウェイに売ってはいけないというふうに拡大しているという、そういった観測が広がっています。で、これは日本企業も蚊帳の外ではいることができなくて、関係ないですねって言ってることができなくて、東京エレクトロンですがニコンに対してアメリカから 最先端の半導体製造装置を中国に売らないいくだという要請があって、東京エレクトロンも、それからニコンもそれに応じるということが報道されてますけども、日本も同盟国だよねということでそういった動きが広がっています。3点目は、アメリカの投資家がリストに乗った中国企業の株を買ってはいけないという制約ですね。それから4点目は、中国で人権問題で疑義がある新疆ウイグル自治区。 まあ、ここで作った製品はアメリカで売ってはいけない。で、ここで製品を作っているのがアメリカ企業でなくても、日本企業でもヨーロッパ企業でも、そこで作られたものはアメリカで売ってはいけないという、こういった制約が出ています。まあ、これが日本企業なども巻き込んで混乱を引き起こす。また、中国の経済を傷つけるということもありますので、まあ、それが世界マーケットの波乱用になるかもしれないね、と思っています。 最後にちょっと余計なことを申し上げますけどもえ、先ほどの今年は日本株がアメリカとかヨーロッパの株よりも優位に展開する可能性があると申し上げました。日本株は割安だし、企業業績は堅調なのでいいんじゃないか。ただ長期的には日本株は厳しいのではない。厳しいで下がっていくって言ってるわけじゃないですよ。日本株も長期的に、まあ今年の後半もそうですし、5年とか10年見ても日本株上がっていくと思うんですけど、 例えばアメリカ株ほどは上がらないという可能性があると思っているんですね。でそれを考えているグラフが、えー、今審理しているものです。これは日経平均をニューヨークダウで割ったものなんですね。で日経平均は円の指数なので、日経平均をベドルに換算して割り算していますで。この比率を見ると、このグラフの一番左側の2012年から2016年あたりは上下動しながらも傾向とした横ばい。 日本株とアメリカ株の動きはどっこいどっこいだったということになるわけですが、2017年以降は傾向としてはずーっと右肩下がり、日本株が負けています。 派生も引いてあって一時的に日本株が優に展開したことがあるよっていうのは右の方にありますが、これはコロナショックの時に、まあ多分日本が他の国と比べるとコロナの感染症の広がりを抑えられてたっていうことかなと思いますけど、日本株が優に展開したこともあったんですが、それは消えてしまって、また右肩下がりのトレンドに入っています。右の方で青い丸で,で示しているのは、 先ほど表で示した日経平均、ニューヨークダウ、それから米ドレ円相場の予想通りに動くとどうなるかということで、ここにあるように現状よりは丸の方に一回上がる。つまり日本株の巻き返しがあると思っているわけですけど、長期的にはまた右肩下がりの日本株が劣位の転換になってしまうと思っているんですね。で、これは2017年からずっと続いている傾向ですから、 構造的、長期的な要因があるというふうに心配しています。で、その要因として一番大きいのは、あのグラフでいくつか示してますけども、それは後でざっと見ていただくということにして、最終的には日本企業の収益がアメリカほどない、収益率が低いというところに帰着するんですね。で、日本企業の収益力が アメリカに劣る、収益率が劣るということは、実はもうみんな気がついている話で、68ページの一番上に書いてあるように、最近は東京証券取引所が市場再編、東証一部、二部、マザーズを、プライム、スタンダード、グロースというふうに三つに分けたわけですけども、まあ、それの後、何をすべきか、どうなっているかっていうフォローアップ会議を今ずっとやってるんですねで。昨年の終わり頃のフォローアップ会議では、日本企業の ROE、 自己資本利益率が低いですね。株主から預かった資本に対して儲かってないですねって話と、その結果として株価が安値に放置されてしまっていて、PBR が低いですね。PBR 一倍割れというのは、その企業が解散して株主の手に入る価値より、今の株価が低いということを示しているわけですね。本んは解散価値以下に株価が下がるはずは、理論的にはないんですけど、現実問題として日本では、 PBR が一倍割れてる企業が今、日本全体で40%以上あるんですね。で、これも収益力が低いから株価が低くなって PBR が低いんだよっていう議論があります。で、今後、まだ具体策は決まってないんですが、東京証券取引所がいい加減にしなさいと。PBR 一倍割れて何やってるんですかと。改善策を出しなさいと。で、改善策出しても改善がないところは出てってください。 という話にするんじゃないかということがあって、これが日本企業の収益力を改善する一つのきっかけになるんじゃないかという期待が出ています。で、2番目のポチにあるように、海外投資家からも、今の日本の株価収益はなぜ割安か日本企業はほとんど改革できませんね。利益率を上げることはできませんね。どうせダメなんでしょっていう前提で決まっているので、だからもし改善ができるのであれば、経営改革が行われれば、改いようだ。 という声を聞きますで海外投資家がその改革という点で何を見ているかというと企業がこのような課題あのような課題がありますよ具体的にうちの会社はこうするんですよという具体策は欲しいもしくは対応しないということでもいいんだよと企業は決めたんであればこういう課題はあるけどうちはそれは対応しませんということでもいいんだよただなぜどう対応するのか対応しないのかということを 根拠を具体的な通知を含めた根拠を示して、だからこうするんです、こうしないんですっていうことを投資家にはっきり説明してくださいっていことを言ってるんですね。で、それが説明された結果、じゃあ買いだ売りだって判断したいのだけれど、日本企業はほとんど何も説明がありませんね。もしかすると説明してないんじゃなくて、何も考えてないじゃないですか。何も考えてないのか考えてるのか全然わかりませんね。という、そういった評価なんです。 ですから、スタートラインに立ってないという評価なので、これに対してきちんと対応できれば、日本株というのは改善をしていくというふうに思うんですけど、残念ながら、こうずらずらと書いてありますけど、日本の経営に対して、企業経営に対しては、海外投資家からは、ダメですね、日本の企業経営とかっていう、そういう苦言がとても多いんですね。例えばリスク取らないよね。現金かかって何もしないよね。経営は経営会議っていう会議で決めてるよね。 経営会議で決て失敗すると、俺は悪くないとか、責任逃れするよね。誰も責任取らないよね、とかですね。サラリーマン社長が社長になってるけど、それは経営者として優秀だから社長になってるんじゃなくて、社内競争に勝ったからないんでしょとか、いろんなことを言われていて、そのほかごちゃごちゃごちゃ書いてありますけども、やはりそういった点で大丈夫かなという心配が海外投資家から投げかけられているのと、やはり海外投資家から言われてしまうのは、えー、ダメなのは経営だけじゃないよね。 日本の社会とか文化は問題なんじゃないのっていうことも言われます。例えば、社会全体として、成功しても褒めてくれない。で、失敗すると叩く。という、そういった文化があるんじゃないの原点主義でみんな考えるよね。失敗しないように、失敗しないようにってやってるばかりで、成功しよう、頑張ってリスクを取ろうっていうことをみんな褒めないよね。空気を読んで同じにしましょうね。って、そんなことばっかりだよね。そうすると、 ベンチャーを起こそうという若い人も少ないよね。安定した就職先ばっかり探す若い人になっちゃうよね。ということになって、で、自分で思い切ってやろうとしないで、空気読んで仕事してるとどうなるか下が3番目のポッチにありますけども、仕事が楽しくないのが当たり前になるわけですよね。失敗しないように失敗しないように目立つことしないようにって仕事さえ楽しくないですよね。 で、みんな給料もらってるわけですけど、どうして給料もらってるんですかって聞くと、我慢代だと思ってる人が多いですよ。満員電車で行きたくもないね、会社行って、顔見たくもない上司から色々言われて、で、なんか延々と残業させられて、意味のない会議にいっぱい参加させられて、で、今日は早く帰ろうと思うと上司が飲みに行こうとか言って行きたくないんで連れてかれるわけでしょ。で、そういうふうに我慢してるから給料もらってると思うわけですね。 だから仕事が楽しくないと思ったりした方がいわけですけど、このページの後にいろんなアンケート調査をつけてますので見ていただきたいんですが、アンケート調査によると、今の会社で働きたき、働き続けたくないけど、転職する気もないし、起業する気もないし、自分を磨くための勉強してないって人は、国際比較をすると、日本ってものすごく多いんです。何もしたくないけど、今の会社で働きたくないって何ですかね。そういう感じで、ということは、 働きたくないって話になっちゃってるので,で、一番下にちょっと嫌だなと思う人もいるかもしれませんけど、ファイ e って言葉が流行ってるでしょ投資でパパッと儲けて、それで会社辞めて暮らそうって人が多いわけですね。投資で食べてこうって悪いと思いませんよ。投資で食べてくる、積極的に投資で食べてくんだって悪くないと思いますけど、今の会社が嫌だからってネガティブな理由でファイ e っていうのはうまくいかないのではないのかな。 ということを考えています。ちょっと話が市場見通しから広がっちゃいましたけども、皆様のご参考になれば幸いです。今日はどうもありがとうございました。